1957年時点の T 網におけるモンスニ・モンスニは1957年から2003年までフランスのリヨンとイタリアのミラノをフレジュス鉄道トンネル経由で結んでいた国際列車である1957年から1972年までは T でありその後1980年からはインターシティ1996年からは ユーロシティとなった。列車名は、フレジュストンネルのフランスでの通称である、モンスニトンネルに由来する。定管シルをつけて、ルモンスニと呼ばれることもある。モンスニの走行経路と停車駅1956年9月30日、リヨン・ミラノ間に、フランス国鉄の機動車を用いた列車が運行を開始し、トランザルパンと命名された。ダイヤは、 ミラノを朝発車して、昼過ぎに、リヨンに到着。折り返し夕方に、リヨンを出て、深夜に、ミラノに着くというもので、リヨン・ミラノ間の所要時間は6時間余りであった。1957年6月2日の T 発足と、共にこの列車は、T の1列車とされ、モンスニと改名された。T 化と共に所要時間は短縮され、 1958年冬には5時間22分から24分となった。また途中のシャンベリーではフランス国鉄の軌道車列車ルカタランと接続した。使用車両は1960年にイタリア国鉄の軌道車に変わった。しかし1960年代以降フレジュストンネルの前後にある30パーミル以上の勾配のため速度の向上は 頭打ちとなった。他のアルプス越えの T では、電車や電気機関車牽員の客車を使用することで、高速化を果たしていたが、モンスニの経路では、フランス側が直流1 5 0 0ボルトの第3基準方式、イタリア側が参照交流電化というそれぞれ特殊な電化方式を用いていたためこれも難しかった。1967年からは、モンスニと逆のダイヤで、 イオン・トリノ間を結ぶ、機動車列車、イル・ピエモンテが運行されたが、利用低迷のため1971年に廃止された。さらに、この頃には、フランスやイタリアの TO 機動車は、他国の機動車や客車に比べて設備が見劣りし、T にふさわしくないとされるようになっていた。このためモンスには1972年10月1日から、 t ではない一般の特急列車に格下げされた。t から他の種別へ変更された例としてはこれ以前には1971年のラインプファイルがあるが、これはインターシティという新種別の発足に伴い、西ドイツ国内発着の t をインターシティに変更したためであり、純粋な格下げはモンスニが初である。1972年10月1日からモンスニは、 t ではない特急列車となり、使用車両は以前用いられていたのと同型のフランス国鉄の機動車となった。この時期も座席は一等のみであった。1978年5月28日から、モンスには電気機関車牽引の客車列車となり、同時に二等車を連結するようになった。1980年6月1日から国際列車に対して、 インターシティの種別が用いられるようになると、モンスニは国際インターシティの一つとなった。また1981年9月に TGV がパリ・リヨン間で運行を開始すると、リヨンで TGV とモンスニを乗り継ぐことができるようになり、パリ・ミラノ間の直通の T シザルパンよりも短い8時間強で移動できるようになった。 1987年にユーロシティが発足した時も、モンスにはインターシティのままであった。この頃リオンミラノ間の所要時間は6時間を超えており、標定速度が時速8 0トルを下回っていたためユーロシティの要件を満たしていなかった。1996年9月29日からモンスにはユーロシティとなり、 イタリア国鉄の振り子式車両であるイットル460に変わった。これによりリヨン・ミラノ間の所要時間は約1時間短縮された。同時にリヨン・トリノ間に同型車両を用いたユーロシティに往復が設定され、モンジネブロ・フレジュスと命名された。1998年冬にはリヨン・トリノ間のユーロシティが1往復削減される。一方でもう一往復は リオン・ミラノ間に延長された。しかしットル460は故障が多く、2000年5月26日を最後にモンスニの運用から退き、以後は再び客車列車となった。さらに2003年12月14日のダイヤ改正でモンスニなど、リオン・ミラノ間のユーロシティは廃止された。2010年夏、ダイヤ時点においては、 リオン市内の駅とミラノを直接結ぶ列車は存在しない。パリ・ミラノ間には3往復の TGV があり、これとリオン・シャンベリ間の列車をシャンベリで乗り継ぐことができるが、列車によってはシャンベリで30分以上の待ち時間が必要となる。なお TGV のうち1往復はリオン郊外のリオン・サンテグジュペリ TGV 駅に停車する。 フランスのローヌアルプ地域圏とイタリアのピエモンテ州は、フレジュス鉄道トンネルの改修工事完了後に、両地域を結ぶ列車を運行することに合意している。T 時代のモンスニの停車駅は、以下の通り。アルン442、448系機動車、機動車列車時代のトランザルパン、モンスニに用いられた車両は、以下の通り。これらの車両はいずれも冷房を備えておらず、 1960年代から70年代においては T にふさわしくないとされた。このためモンスには1972年に T から格下げされた。なお1967年から1971年まで運行されていたイルピエモンテはフランス国鉄の RGP 機動車を用いていた。これも全車一等車であったが T 仕様ではなかった。 1978年以降、モンスには、電気機関車が客車を牽引する列車となった。当初は一等車は、イタリア国鉄の VSE 客車が、二等車は、フランス国鉄のコライユ客車が用いられていた。1980年時点においては一等車二両、二等車四両の、編成であった。後に一等車もフランス国鉄のコライユとなり、 1993年時点では一等車一両半、二等車五両半となった。2000年に再度客車列車化されてからは、イタリア国鉄の客車が用いられた。敬遠した機関車は、リオンモダーヌ間では、フランス国鉄の CC6500 型や BB26000 系、モダーヌトリノ間は、イタリア国鉄の E656 型や E632 系、トリノミラノ間は、 E444 型などである。イットル460系、電車1996年から2000年まで、モンスニなど、リヨントリの、ミラノ間のユーロシティは、イタリア国鉄のイットル460電車を用いていた。1等車3両、食堂車1両、2等車5両の給料、固定編成であった。ありがとうございます。